鳴海球場は、かつて、愛知県は愛知郡鳴海町にあった野球場。名古屋鉄道が運営管理を行っていたが、1958年、限りで閉鎖された。大正時代末期から昭和時代初期にかけ、日本国内では本格的な野球場が相次いで建設されていた。名古屋市周辺でも1922年、当時の同志中区広寺町地内に、 山本球場が建設されるなどしたものの、いずれもフィールドは境隘かつ歪で、競技施設として使用するには不十分なものであった。そんな中、当時の愛知電気鉄道が沿線開発の一環として、当時の鳴海町内で野球場の建設に着手した。東の神宮、西の甲子園に負けない本格的な球場をという概念の下で設計され、 1927年10月17日に完成した。約2万人収容のスタンドと、両翼106メートル、中堅132メートルという現在の野球場の国際規格をはるかに上回る広大なフィールドを有していた。メインスタンドには後に鉄産が設けられ、甲子園のアルプススタンドに倣って、いぶきスタンドと命名された。ナルミ球場では、中学野球など、 アマチュア野球の公式戦が行われたほか、1931年と1934年には、日米野球が開催された。1931年11月21日には、ルー・ゲイリックを擁する、米大リーグ選抜チームが全慶応と対戦。1934年11月22日23日には、ベイブ・ルースを擁する、米大リーグ選抜チームが全日本軍と対戦した。 そして1936年2月9日には、日本初の職業野球連盟に属する、球団同士の試合、巨人と米層別試合兼、金ャ地軍結成試合として、東京巨人軍対名古屋金ャ地軍戦が行われ、10から3で金ャ地軍が勝利した。職業野球には、名古屋から金ャ地軍と、同年結成された名古屋軍の2球団が参加したが、 当時職業野球の公式戦は、高楽園球場と阪神甲子園球場、阪急西宮球場の3球場を中心に開催されており、その後なる球場で戦前に行われた公式戦は1938年4試合、1940年8試合の計12試合にとどまった。戦争が激化すると、球場は日本軍に接収。 金属教室のため鉄産は取り外され、スタンドは弾薬庫となった。戦争終結後は米軍に接収され、新中軍のレクリエーションに使用された。1946年にプロ野球が再開されると、1948年からは積極的に地方に進出し、全国各地で公式戦を行うことになった。また同年、フランチャイズ制を試験的に導入することとなり、 各球団は本拠地とする都市を定めた。中日ドラゴンズは名古屋市を本拠地とし、鳴海球場でも公式戦を数試合開催した。とはいえ、当時のフランチャイズ制はまだ確固たるものではなく、中日の主催試合の多くは後楽園球場で行われた。また、同年12月2日、名古屋市中川区に中日スタジアムが竣工鳴海球場は、 名古屋市中心部からやや離れている上に、周辺の地形もやや起伏があるのに対し、中日球場は市街地に近く交通の便が良い上、周辺の地形も比較的平坦であることなどから、以後、名古屋で開催されるプロ野球公式戦のほとんどは、中日球場で行われるようになり、鳴海球場は高校野球など、アマチュア主体の野球場となった。1950年、 当時のホームランブームに乗じて、本類が出やすくするため、外野両翼にラッキーゾーンを設置し、フィールドは両翼91メートル、中堅123.5メートルに縮小。1951年、名鉄は中日ドラゴンズの経営に参画し、チーム名を名古屋ドラゴンズに解消。鳴海球場でも再びプロ公式戦を多数開催することを見込んで、 スタンドを増築し、収容人員は約4万人に増加した。また、ファーム制度の導入に伴い、ナルミ球場はドラゴンズ2軍の練習拠点となり、隣接地にあった建物を選手らの合宿所とした。しかし同年も、当初ナルミ球場での公式戦開催数はわずかにとどまった。ところが8月19日、中日スタジアムの木造メインスタンドが全焼する火災が発生。 本拠地を一時失ったドラゴンズは主催試合の開催地を求めて東海、関東、近畿を転々とし、ナル球場でも5試合が大体開催された。だが1953年限りで名鉄はドラゴンズの経営から撤退。ナル球場でのプロ公式戦も同年5月3日に開催された名古屋ドラゴンズ対大阪タイガースのダブルヘッダーが最後となった。 そして1955年までにドラゴンズ2軍の練習拠点も中日球場に移され合宿所も移転。これによりドラゴンズは鳴海球場から完全に撤退した。その後は再びアマチュア主体の野球場となったものの試合数、利用者の減少などにより鳴海球場は急激に深刻な経営不振に陥った。また名鉄がバス事業を本格化させるため運転し、 整備士を要請する必要が生じ、かつ将来的な運転免許取得希望者の増加を見越して自動車教習所を設置することになり、その用地に転用するため、鳴海球場の閉鎖が決まった。一時は反対運動も起こったものの、鳴海球場は1958年10月をもって閉場し、翌月からスタンドの一部を撤去する工事が行われた。 名鉄自動車学校教習コース6月翌1959年4月、名鉄自動車学校が開校。鳴海球場の閉鎖を惜しむ地元住民らの要望を受け、高知には当初メインスタンドがそのまま残され、かつてのフィールド内を縫うような形で教習コースが設けられた。その後コース拡張のためネット裏部分は撤去されたが、1.3塁側のスタンドは現在も 車庫などとして使用されている。2007年、道路交通法が改正されるのに合わせて、教習コースを改修するのに伴い、同校では、鳴海球場の開設80周年を記念して、かつての本類の位置に、金色のホームベースと鳴海球場の歴史を記した記念碑を設置。巨人軍大金社地軍の試合から71周年を迎えた2月9日に、除幕式が行われた。 学校関係者は、風化しつつある歴史を若い世代にも伝えていくため、この地にプロ野球第一戦が行われた野球場があったということを多くの人に知ってもらいたいとしており、これらのモニュメントは、教習が行われていない時間帯であれば、一般の人も見学することができる。愛知電気鉄道時代の1926年に、鳴海土地を合併し、 なるみ駅北の丘陵に球場を中心にした、京市、なるみ荘を分譲した。明治以降、度重なった尾崎葬儀に決着をつけるために、地主が集まって作られたのが、なるみ土地で、これを愛知電気鉄道が、冒険会社として、九州合併したもので、球場のほか、なるみ荘には、鳥出公園と名付けられた、遊園地、盆栽村、ダリア園が設けられていた。 1929年からの分譲開始から翌年3月には、住宅展覧会が催され、出品住宅に等級をつけた。戦時中は、大道製鉄や名古屋造船など、名古屋港を中心とする、企業住宅が建てられ、1941年に、住宅営団が誘致されたことで、軍産業のための労働者住宅が建設された。の開発は、を解決する上で、 画期的であったため、桶狭間駅から、前後駅にかけての線路南北に広がる、おかり口では、夕松山大台住宅地や豊明台などの、住宅地開発が後に続く。戦後、鳴海荘の遊園地と、盆栽村として確保されていた鳥出公園はこの、住宅地を特徴づける上で重要な空き地であったにも、かかわらず、住宅不足を解消するために135坪と30坪一筆と、 する住宅地として造成され、接する住宅地の間に残されていた、丘陵地もまた、戦後になって、千人塚住宅地や、大正懸で住宅地として、相次いで開発され、住宅地を開発する際に創出された、個別の特徴を総裁することになった。現在は、愛知県名古屋市緑区鳴海町分岐90を主に,に、軍の練習拠点として使われ、 公式戦にはほとんど使われなかった。日本初のプロ野球チーム同士の試合は、1923年6月21日に、京状で行われた日本運動協会隊、天活野球団戦である。ありがとうございます。